シュロ。シュロ、シュロ、シュロ、シュロは、ヤシメ、ヤシカヤシ属の総称である。五種以上が属する。シュロという名は、競技には、そのうち一種のはシュロの別名とされることもある。逆に競技には、他の様々なヤシカ植物を意味することもある。常緑高木。排水良好な土地を好み、干渉、温妙の土地条件を選ばず、耐火性。 大使用性も合わせ持つ強権な樹種である。生育は遅く、管理が少なく済むため、手間がかからない。中華人民共和国北北省から、ミャンマー北部まで分布する。日本では、九州地方南部に自生する。日本に産する、ヤシカの植物の中では最も体寒性が強いため、東北地方まで栽培されていて、中には、北海道の石狩平野でも、 自熱などを利用せずに成りきできるものもある。私有一種で、稀に私有同士も存在する。メカブは5から6月に、葉の間から花枝を伸ばし、微細な粒状の黄色い花を密集して咲かせる。果実は11から12月頃に黒く熟す。幹は円柱型で、分岐せずに垂直に伸びる。大きいものでは、樹高が10メートルほどになる。 幹の先端に線状に傭兵を広げて数十枚の熊手型の葉をつける。傭兵の基部は幹に接する部分で大きく三角形に広がり、幹を抱くような形になっている。この部分の下端から下に30から50センチメートルに渡って、幹を暗褐色の繊維質が包んでおり、これをガワという。ガワを煮沸し、アリウ酸ガスで燻上した後、 天日で干したものは、サラシバと呼ばれ、繊維を取るのに用いられる。シュロ革の繊維は、腐りにくく伸縮性に富むため、縄や敷物、たわし、ほうきなどの加工品とされる。また、シュロの革を用いて作られた化粧品も発売されている。1830年に、フィリップ・フランツ・フォンシーボルトが出島から、初めて西洋に移出し、後に、イギリスの植物学者、 ロバート・フォーチュンに、懸命された。英名は、ロバート・フォーチュンが初めて、和ジュロを見た中国石膏省の長山島にちなむ。東樹炉、東樹炉は、和ジュロと、動詞とする説もある。その場合に優先する学名は、和ジュロの学名。和ジュロよりも、樹高、葉面が小さく、組織が硬い。そのため、葉の先端が下水しないのが特徴である。 中国大陸原産の帰下植物で、江戸時代の大名庭園にはすでに植栽されていたようである。当時露は戦術の通り場が過水しないことから、和露よりも庭木としてよく利用され、かつては鉢植え用の観葉植物として育てられることもあった。現在は鉢植えとしての価値は大幅に減少し、衰退している。 和ジュロの間には雑種を作ることが可能で、この交雑種は、アイジュロ、アイシュロまたは、和ロ、樹ト和シュロと呼ばれている。和ュロとジ樹ロが近くに植えられている場所で、よく発生するが、鳥が一種の花粉を運ぶことで、近辺に一種が生えていなくてもアイジュロを生じることも少なくない。アイジュロは、和ュロと樹ロの中間の性質を示し、多くは、 葉が垂れるが、輪ジュロほど、長い垂れを生じない。成長の速度や、体寒性なども変わりがなく、中には一見すると藍ジュロとは分からないほど片親に、似通った特徴を示す者も,もいる。藍ジュロを好んで作出する者はいない。藍ジュロの種、輪ジュロとトウジュロの間にできた種は、質が悪く、トウジュロのように葉がコンパクトに収まらないためである。なお、 作出する者はいないが、野外採集で取られた藍樹を栽培する者はいる。シュロの種は多くでき、鳥によって運ばれるために、かなり広い範囲を移動することが可能である。このため、通常シュロが生えていない場所に、シュロの芽や小樹露が生えている光景をよく目にすことができる。このように、人が恋に植えたわけでないのに芽を出し成長しているシュロのことを俗に野良樹露または野樹露という、 野良樹郎は人家や公園、森林、墓地などの至るところに発生し、多くは群生する。現在深刻な問題は発生していないが、野良樹郎が増えることによる環境への問題が心配されている。このことから野良樹郎を外樹として指定し積極的に駆除する、自治体も存在する。しかし、成長した株は一見小さいように見えても、地中深く、 根を張り幹を太らせているので、駆除には手間を要する。通常、シュロは寒さに弱く小さな株は越冬ができないと言われてきたが、近年の温暖化による影響で冬が越せる確率が上昇し、コジュロの生存率が上がったことにより、東北地方でも野良ジュロの群を見ることができるようになっている。庭園で装飾樹としてよく用いられる。樹皮はシュロナーとして、 古くから利用されているほか、ウレタンフォームの普及以前は、金属バネなどとの組み合わせで、乗り物用を含む椅子やベッドのクッション材としても一般的であった。シュロは日本の温帯地域で古来より親しまれた唯一のヤシカ植物であったため、明治以降、海外の著作に見られる本来は、シュロとは異なるヤシカ植物をシュロと翻訳していることがしばしば認められる。特に、 キリスト教圏で聖書に多く記述される夏目屋氏が、シュロと翻訳されることが多かった。今日でも、聖書などのキリスト教文献で、夏目屋氏がシュロと翻訳されていることが普通である。西洋絵画において、シュロ、実際は、夏目屋氏など、は勝利及び殉教を象徴する図像として描かれる。元来、戦争に勝利した軍隊が、 外旋更新の際に持ち歩く姿が描かれていたが、初期キリスト教会はこれを死に対する信仰の勝利と読み替え、殉教者を意味する持ち物として取り入れ、定着した。家門に城を図案化したものがある。富士市などに代表される。長倉ついわつきに、紫色の丸は富士大宮寺とあり、富士市の別れとも言われる米熱氏も城を用いている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。